皆さんお疲れ様でした、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、10月の20日21時46分、阪神タイガースや、関係者の皆さんへのメッセージです。まあ、今回、広島とのクライマックスシリーズ、まあ、先制点を捉えた中すべて、逆転して、勝利を、収めてきたと。まあ、点差がつくまで、もう顔見てもらったら分かる通りもうかなり、消耗してます。まあ、顔かしたりとかもいろんなこともしてるんですけども、まあ、とにもかくにも、もう中盤までこう続けがたい試合、どの試合もそうでしたね。なんとか踏ん張って確実に勝ちに行く、まあ、そういったことがしっかりとできたと思います。まあ、最後一二塁の場面、バッターボックスは4番バッターと、とでこう気を抜けるような状態ではない。その中での、まあ、ボールが先行した状態、そこからもう一度巻き返す。まあ、最後の方は、今まで何度かワールドベースボールクラシックを、勝ちに行った時の、方法を使用しています。まあ、もう終わった後、まあ、体よろけたりとか、まあ、まあ、この間森下選手がヒーローインタビューで、言っていたその足が震えるほどのっていうことを言ってましたけども、まあ、今日のその森下選手の、まあ、バッターボックスの時だったと思うんですけども、こちら家の中で、座ってる状態で足震えていました。まあ、まあ、いろんなことが試合中あるんですけども、まあ、なんとか予定通り、勝利できたというところですね。明日はヴィッセル神戸の試合があって、まだ私としては全然気は抜けません。これはもう選手の皆さんも、これも日本一取るまで、しっかりと気を張って、もう、この辺がもう最後の正念場ですから。あとは日本シリーズが始まる、その明日のヴィッセル神戸の試合が終わってから、日本シリーズが始まるまでの、まあ、天気の良さそうな日に、まあ、琵琶湖へ行って、撮影等をしようと思ってます。瀬田川を通って、宇治川、そして、桂川、淀川と、まあ、そういうふうなところで、ある程度のところまで、まあ、京都府内で終わると思いますけども、まあ、琵琶湖を滋賀県から、まあ、歩き始めて、まあ、自分の家は兵庫県ですからね、朝家出て、大阪通って、京都通って、滋賀県行ってと、でそこから、電車降りてから撮影と、まあ、こういうふうな形で、まあ、その日も30キロほど、まあ、歩くような、形になってくるかと思います。まあ、その撮影をして、まあ、エネルギーの散々量問題ですね、まあ、その辺のところを、いろいろ、大阪への水の供給量だとかいろんなことを自分の目で見て、確認して、まあいろんな打つべき手っていうものはたくさんあるんですけども、その河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電によるその電力を得る方法なんですが、まあその辺のところを詳細、突き詰めていきたいなと思います。皆さん本日はお疲れ様でした。まあね、ヒヤリとするような場面は、まあありましたけども、その辺のところ、結果、最終的に勝てたところが、まあ今年の阪神タイガースの強さだと思います。例えば4対2でリードしたとき、2アウト、ライトへライナーが飛んだときに、森下選手がちょうどダイビングするような形で、なんとか補給、神一人の状態が続いていましたね。それを乗り切っての日本シリーズ、まあ対戦相手はまだどこか決まってませんが、全力尽くして頑張りましょう。
すると今日、ノイジー選手の綺麗な流し打ち見事でした、まあ、坂本選手のヒットも、タイムリーもそうなんですけども、やっぱりまあつなぐ野球っていうことがやっぱり重要になってくるかと思います。しっかりとフォアボール選んで、今日はしっかりとそういったことができてたと思います。以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。日本シリーズ再びお互い頑張りましょう。